沈り込み足のイラスト沈り込み足は、柔道の投げ技で、足技21本の一つ。アイフ略号 STA。相手の足首に自分の足を当て、支点にすると同時に、相手を釣り手で釣り上げ、引き手で支え、ハンドルを回すように回転させ、そのまま足を払って投げる技。後ろを向いて投げた場合は、足者になり、沈り込み足同様、前から、 膝の位置に足を当てて、支点にして回転させるようにして投げると膝車になる。また、あまり見ることはできないが、自分の足をかけて、支点にした後、横に体を開きながら、倒れ込んで投げると、浮き技になる。仕上げに足を払うが、事実上の障害者とも言える。自分が足を引くか、相手が突っ込んできた時の方が投げやすい。したがって、相手をつまずかせるような形になる。 踏み込んだ相手にかけると、相撲の裾払いに、形が近い。足払い系の技は、ともえ投げのように、右組右足、右組左足、左組右足、左組左足の4パターンがある。対になる、払い釣り込み足と同様、釣り込み腰、袖釣り込み腰と同じ、釣り込み技の一種であり、出足払い、総足払い等と同じ。 足払い系の技の一種である。右組みの場合、まず取手が前方に左足を一歩踏み込む。続いて、右側にいる受け手の方を向くように状態をひねり、同時に釣り手を下に引いて、受け手の状態を崩す。そして、体重の乗った受け手の左足首返し、左すねに取手の右足の裏を当て、それを支点にして後方に振り投げる。相手の動きに合わせる。 出足払いや、総足払いと異なり、自ら積極的に技をかけていくことができる。動きも、比較的、小さいため、牽制やつなぎ技にも用いることができるなど、汎用性が高い。とりわけ、小川な親は、沈り込み足で相手を崩してから寝技に持ち込む、パターンを非常に得意としていた。ありがとうございます。